主题是用日语在握手会上跟成员对话吧，一起学日语吧。お待たせ、北川ゆりです。出身はどちらですか？私、アメリカに住んでたんですけど、少し英語話してみてもいいですか？聞いてみたい。Hi, my name is Yuri. I'm so glad to meet you. Please call me Yuri-chan. Bye. 中国語も覚えて。今天要学的日语是第一个是出身はどちらですか？出身はどちらですか？第二个是聞いてみたい。聞いてみたい。最後一个是中国語も覚えて。中国語も覚えて。那么我们来实际跟ゆり讲说看看日语吧。お待たせ、北川ゆりです。私、アメリカに住んでたんですけど、少し英語話してみてもいいですか？ Hi, my name is Yuri. I'm so glad to meet you. Please call me Yuri-chan. Bye. お時間です。またね。さよなら。大家有学到了吗？那么我们下回见吧。